クリスティアン・ティーレマン、クリスティアン・ティーレマン、クリスチャン・ティールマン、1959年4月1日体は、ドイツ・ベルリン出身の指揮者である。歌劇場、コレペティートアとして、経験を積んだ後、1988年から1992年まで、ニュルンベルク州立、劇場、1997年から2004年まで、ベルリンドイツオペラ、 2004年から2011年まで、ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団の音楽総監督をそれぞれ務めた。2012年に、シュターツカペレ・ドレズデンの主席指揮者に就任。その他、ウィーンフィルハーモニー還元楽団や、ベルリンフィルハーモニー還元楽団などへ定期的に客演し、また、バイロイト音楽祭やウィーン国立歌劇場で活躍するなど、 コンサートとオペラ両面にて評価を得ている。レパートリーとしては、ベートーベン、シューマン、ブラームス、バーグナー、ブルックナー、リヒャルト・ストラウス、プフィッツナーの作品を中心として、ドイツ・オーストリア系の古典派、ロマン派から20世紀初頭までの曲を得意としている。音楽好きの両親の元ベルリンで生まれたティーレマンは、幼児より両親に連れられて、室内楽や、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会に通い、自らも5歳でピアノ、7歳でビオラを始め、後にピアノを、ベルリン音楽大学学長のヘルムートロロフに指示、カラヤン財団のオーケストラアカデミーに入った後は、ベルリンフィルの当時の赤ビオラ奏者、ジュスとカッポーネから、ビオラとバイオリンを学び、これらの演奏で、数多くの賞を受賞している。また、並行して、かつて、 ブルーノ・ワルターが学んだことでも知られる、ベルンのシュテルン音楽院にて、指揮や作曲などの個人レッスンも受けていた。そして、ベルリンドイツオペラの練習指揮者であったハンス・ヒルスドルフから、ピアノスコアの弾き方を学んだ後、当時、同歌劇場の事実上の常任指揮者であった、ハインリヒ・ホルライザー認められ、1978年、19歳で、ベルリンドイツオペラのコレペティートアに採用された。 ホルライザーのアシスタントとなり、本格的に指揮者としての道を歩み始めた、ティーレマンであったが、そもそもティーレマンが指揮者となることを決意したのは、前述のような音楽学生時代を過ごす中で、ベルリンドイツオペラにて上演された、ホルライザー指揮、ピーラントワーグナー演出による、リヒャルトワーグナーのトリスタントイゾルデを見たことであったという。コレペティータとして働くようになってからは、 ヘルベルト・フォン・カラヤンとの交流も深まり、ベルリン・フィルの本拠地である、ベルリン・フィル・ハーモニーとベルリン・ドイツ・オペラ行き来したり、ザルツブルク復活祭音楽祭への参加をはじめとして、彼らの演奏旅行に同行したりしながら、オペラとオーケストラ両面の研鑽を積むこととなる。1980年には、カラヤンが弾き振りするブランデンブルク競争曲のチェンバリストとして、ベルリン・フィルデビューも飾っている。 また、当時ベルリンドイスオペラに客演していたダニエル・バレン・ボイムのアシスタントも務め、その縁でパリをはじめとする各地での演奏会やバイロイト音楽祭、1981年、ジャンピエル・ポネル新演出によるワーグナーのトリスタント・イゾルデにおいても筆頭女子として活躍した。バイロイト音楽祭への参加をきっかけとして、ホルスト・シュタインからアドバイスを受ける機会も得ているが、 あとにティーレマンは、ホルライザーと共に自分を一番、可愛がってくれたのは、シュタインであると語り、シュタインをカラヤンと同列の指揮者として挙げている。その後、1982年より、ゲルゼンキルヒエム音楽歌劇場の指揮者兼、コレペティとは、カールスルーエバーデン州立劇場、ハノーファンのニーダーザクセン州立劇場にて経験を積んだ。そして、1985年に、 デュッセルドルフのデュッセルドルフラインカ劇場の主席指揮者としてキャリアをスタート。1988年にはニュルンベルク州立劇場の音楽総監督に就任した。これは当時ドイツ国内では最年少の音楽総監督であった。この間、1983年にはイタリアの名門フェニーチェ劇場においてワーグナー没後100年を記念したパルジファルを指揮し、 好評を得た。1987年には、ウィーン国立歌劇場へ、モーツァルトのコジュファン・トゥッテを指揮してデビューし、続けて、モーツァルトのフィガロの結婚やベルディの椿姫などを10回指揮したもの。この時は人気を得るには至らず、以降しばらく遠ざかることになるという苦い経験も有している、ウィーン国立歌劇場へは後に再デビューを果たす。後日、 1990年代に入ると、ティーレマンの音楽活動は、国際的な広がりを見せ始める。1991年に、ローエン・グリンを指揮して、ベルリン・ドイツ・オペラにデビューした後は、ワーグナーをはじめ、モーツァルトやプフィッツナーのオペラ、ベートーベンやシューマンの公共曲などを指揮し、同歌劇場との関係を深めていく。並行して、1990、1991年には、 サンフランシスコ歌劇場でエレクトラを指揮してアメリカデビュー。1993年にはボローニャ市立劇場の首席客演指揮者に就任。クラウステンシュテットの代役としてシカゴ交響楽団を指揮してアメリカのオーケストラデビュー。またメトロポリタン歌劇場ではカルロス・クライバーの代役としてバラの騎士を指揮してデビュー。同劇場から改めてアラベラの依頼が来ることとなった。 1995年には、名門ドイツグラモフォンと専属契約を結び、フィルハーモニア還元楽団を指揮した、ベートーベンの公共曲第5番、第7番、ベルリンドイツオペラ還元楽団を指揮したプフィッツーと、リハルト・シュトラウスの還元楽曲集をリリースして、CD デビューを果たし、現在に至るまで多くの CD や DVD を発表している。1997年には、 ついにフルスベルリンドイツオペラの音楽総監督に就任した2004年まで。このようにティーレマンは純粋なドイツ人指揮者、しかも音楽学校出身で指揮者コンクールに入りした指揮者が広く活躍している近年の音楽界の中でビルヘルムフルト・ベングラーやハンスクナッパーツ・ツブッシといったかつてのドイツ人指揮者と同じく歌劇場でカペルマイスターの号を積んだ指揮者として 国際的に脚光を浴びるようになっていったのである。ベルリンドイツオペラでは、有名なものから、無名なものに至るまでのリヒャルト・シュトラウスの作品及び、彷徨える、オランダ人から、パルジファルまでのワーグナーの主要作品をのぼして、スペシャリストとしての名声を確立したほか、モーツァルトやプフィッツナーの作品、あるいは、現代作品も数多く手がけた。現在のところティーレマンのレパートリーの中心は、 ワーグナーやリヒルト・シュトラウスを中心としたドイツオペラであるが、イタリアの作品やフランスの作品へも積極的に取り組む姿勢を見せている。ベルリンドイツオペラの総監督として実りを追い、活動を展開したが、2000年頃より始まったベルリンの3つの歌劇場をめぐる政治改革、ベルリン市の財政逼迫につき、閉鎖、合併を含めた予算的、人的整理が目的を経た後、 ティーレマンはベルリンドイツオペラの学院や上演にあたっての条件改善を訴えるも受け入れられず削減された限られた予算で芸術的水準を保つのは不可能として2004年のシーズンをもって辞任することとなってしまった。すでにジェームズ・レバインの公認として2004年より7年間の契約で ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の音楽総監督に就任することが決定しており、ティーレマンとしてはベルリンとミュンヘンとを拠点として活動する予定であったが、ベルリンドイツオペラ辞任により、ミュンヘンを中心に活動していくこととなった。2004年10月29日、音楽総監督就任披露演奏会で取り上げたのは、ブルックナーの公共曲第5番であった。ブルックナーの作品は、 ティーレマンの得意とするところであるが、ミュンヘンフィルが本拠地とするマスタイク文化センター内のフィルハーモニーホールのコケラ落とし公演でも演奏された曲であり、その指揮を取るとともに、楽団の黄金時代を築いたセルジュ・チェリビダッケが得意とした曲の一つでもあったことから、ミュンヘンフィルにおけるブルックナー演奏の歴史を受け継ぐという決意が込められていると言われる。就任演奏会での演奏は、 CD もリリースされており、ティーレマンとミュンヘンフィルによる他の録音とともに高く評価され、今後もブルックナーの公共曲全集の完成が計画されている。ティーレマンはベルリンドイツオペラ辞任以降、オペラに関しては、ウィーン国立歌劇場、バイロイト音楽祭に絞って指揮しているが、ドイツの温泉保養地バーデニーコールバーデンにて開催されるデニーコールバーデン音楽祭では、 シンフォニーオーケストラであるミュンヘンフィルをオーケストラピットに入れてオペラ上演を行いその一部は収録されリリースされているほかワーグナーのニーベルングの指輪などを上演収録する予定もあった口日の通りミュンヘンフィル音楽監督辞任により実現せず代わってシュターツカペレドレスデンを起用して行わるまたティーレマンとミュンヘンフィルは2005年10月4日 バチカンにて行われた新ローマ教皇ベネディクト16世を祝う午前演奏会や2006年6月7日ドイツワールドカップの開会式が行されたミュンヘンでのガラコンサートなどにも出演し演奏を披露しているこのように順調に活動を行ったティーレマンとミュンヘンフィルであるがにわかに亀裂が生じることとなった二千九年の夏二千十二年以降の契約の 更新に際して、ミュンヘンフィルを運営するミュンヘン氏は、客演識者とプログラムの選定に関する権限を、楽団総裁に与え、結果として、音楽総監督の芸術的権利を制限する、こととした。ティーレマンはこの条項に納得せず、交渉が決裂したのである。その後、ティーレマン側は、ミュンヘンに止まりたい意向を示し、サバリッシュやフィッシャーディースカウ、ルネコロ、 ブレンデルといった往年の巨匠から、ブーレイズやバレンボイム、あるいは、クレーメルや、クリモー、ドミンゴ、ハンプソン、そしてゲンウィーン国立歌劇場総監督、ドミニク・マイヤーにいるまで総勢30名を超える、著名音楽家たちも、連名で、ティーレマンの延長を、ミュンヘン氏に求めたが、結局折り合わず、2011年を最後に、ミュンヘンを去ることとなってしまった。 前述のベルリンドイツオペラジニーをめぐる経緯や当初よりミュンヘンフィルトの契約に盛り込まれていた市当局が学団員の人数及び予算を必要以上に削減しないこともし削減が行われた場合は正当に辞任することができるという旨の条項からもわかる通り芸術的事項に関しては妥協を許していない今後ティーレマンは2012年のシーズンより7年間の 契約でチューリヒカ劇場に転出するファビオ・ルイージの公認として、シュターツ・カペレ・ドレスデン以下 SKD の主席指揮者に就任し、2009年9月の定期演奏会をルイージが病気キャンセルした際、ティーレマンがその代役として、ブルックナーの公共局第8番を指揮し、それをきっかけとして、かねてより、ルイージの公認を探していたドレスデンとの交渉が急速にまとまったのである。 ただし、ルイージは、同楽団が行う2010年ジルベスターコンサートの、指揮者にティーレマンが指名されたことを理由として、人気満了を待たずに一方的に契約を解除している。もっとも、ルイージの辞任に関しては、この件のみが原因ではなく、元々の SKD との関係悪化が原因であるとの意見がある。ティーレマンは、ルイージが辞任したことによって、音楽総監督、 主席式者が欠けた穴を埋めるべく、主席式者就任に先んじて、事態の収集に努めている。SKD のジルベスターコンサートが、ZDF によって放送されるのは2010年が、初めてのことであるが、その生中継は、同日の、同じ時間に、アードによって生中継されたグスターボ・ボデュ・ダメル、シキベルリンフィルによる、 ジルベスターコンサートの視聴率を上回り、早くもテーレマンと SKD の人気の高さを見せつけることとなった。また、このコンサートの模様を収めた CD ・ DVD はドイツ・グラモンよりスピードリリースされた。ドレスデンにおけるポストは、まずは、ザクセン州立ドレスデン歌劇場の専属還元楽団であるシュターツ・カペレ・ドレスデンの主席指揮者にとどまるが発表された。 活動内容によると、オペラ上演にも多く関わる模様である。同楽団には2003年に初登場して以来、これまでもたびたび客演しており、ほとんどの楽団メンバーとは、バイロイト音楽祭でも共演ているため、この組み合わせによる今後の活躍が期待されている。加えて、2013年からは、ザルツブルク復活祭音楽祭の芸術監督に就任し、SKD とに、 同音楽祭に出演することが決まっている。この音楽祭は、カラヤンが故郷ザルツブルクにおいてベルリンフィルを起用しオペラ上演を行うことを目的として創設したものであり、カラヤン死後も基本的にベルリンフィルとその歴代音監督によって引き継がれてきた。しかし、2011年、サイモン・ラトル及びベルリンフィルはザルツブルクからの撤退を一方的に通告し、 契約を打ち切ったのである。その公認として、ティーレマンを及び SKD が選ばれたのであった。1999年5月、ベルリンドイツオペラにおける、ローエングリンに感銘を受けたバイロイト音楽祭、総監督、演出家、舞台美術家、ボルフガングワーグナーは、直ちに音楽祭へのティーレマンの招聘を決定し、翌2000年に、 ニュルンベルクのマイスタージンガーを指揮してデビューを果たした。この時は観客のみならず演奏家たちからも絶大な信用と尊敬を勝ち得ていたと評され、実際にそれ以降毎年客演を重ねている。2001年はバイロイト音楽祭が1951年に再開されてから50年という節目の年であり、なお音楽祭設立125周年。 音楽祭が開かれなかった年を除いて、遂行90周年、ラジオ放送開始70周年でもあった。その記念として、ワーグナーの作品のみが上演される、音楽祭において、唯一の例外であるベートーベンの公共曲第9番の演奏が行われた。音楽祭としては、ワーグナー生誕150年を記念した1963年、カール・ベーム式以来38年ぶり。 かつ百七十二年のバイロイト、祝祭劇場庭組織にて、ワーグナー自身が演奏して、以来、音楽祭としては六回目の第九演奏であるが、このコンサートの指揮を委ねられたのは、前年に、同音楽祭にデビューしたばかりのティーレマンであった。また、この年の音楽祭では、第九だけではなく、前年に引き続き、ニュルンベルクのマイスタージンガー、二千二年まで、そして、 パルジファルの最終年も指揮もしている。1951年にバイロイト音楽祭が再開された際、第9の指揮をしたのがフルトベングラーであり、そしてパルジファルの指揮をしたのがクナッパーツブッシュであり、ニュルンベルクのマイスタージンガーの指揮をしたのがクナッパーツブッシュとカラヤンであった。くしくも半世紀の時を経てフルトベングラーとクナッパーツブッシュに詩縮し、 カラヤンに教えを受けたティーレマンがこれらを1.2になったのである。以上に加え、ティーレマンがバイロイト音楽祭にデビューしたニュルンベルクのマイスタージンガーは音楽祭において1953年以来49年にわたって演出を手がけてきたボルフガングワーナー像監督の最後の演出作品であり、早々に2002年からのタンホイザー2005年まで。なお、 2003年の公演は、バイロイト音楽祭を公式訪問した、小泉純一郎首相も鑑賞しているの指揮者になされ、2006年からの、ニーベルングの指輪、2010年までの内定を受けるなど、音楽祭デビュー後一貫して、ボルフガングの熱い信頼を得ている。2006年から担当した、ニーベルングの指輪のうち、特に2008年の公演は、CD としてリリースされたが、 バイロイト音楽祭におけるニーベルングの指輪のライブ録音がリリースされるのは196年1967年のカール・ベームの指揮によるもの以来のことである。2010年の公演では4部作のうち2作目にあたるワルキューレがバイロイトから世界で初めて生中継され注目を集めた。また2010年に死去したボルフガング・ワーグナーの 追悼演奏会でも指揮を取ったほか、2011年こそザルツブルク音楽祭出演のため休みであるものの、2012年からは新演出のサマヨエル・オランダ人、2015年からはカタリーナ・ワーグナー新演出によるトリスタンとイゾルデの指揮が予定されている。このように今や名実ともにバイロイト音楽祭の中心的人物となっているティーレマンだが、 ゴルフガングの二人の実娘、カタリーナ・アグナーとエイファ・ワーグナー・パスケ、新創監督へ代替わりした体制において、いよいよ音楽祭の音楽監督たる、音楽顧問の地位に就くとの意見がある。主席指揮者に就任するシターツ・カペレ・ドレスデン以外では、特に、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団との関係は緊密で、2000年10月に、好評をもってデビューして、以来、定期演奏会。 特別演奏会や音楽祭、演奏旅行を問わず頻繁に客演を重ねている。2008年秋からは、同楽団とウィーン楽友協会、オーストリア放送協会、ユニテルの共同プロジェクトとして、ウィーンにおけるベートーベンの公共曲全曲演奏会と、その録画、録音を行った後、パリ及びベルリンにおいても、全曲演奏会が開かれた。さらに、今後も、 シューマンの公共曲全集の録画、録音が計画されている。2010年は、ウィーンフィルの創設者である夫ニコライの生誕200年に当たる記念年であった。そのため、ニコライの生誕の地形にひすべるく、ゲンカリーニングラードにおいて、ウィーンフィルによるガラコンサートが催されたが、その指揮を任されたのもティーレマンであった。このように、楽団からも絶大な信頼が寄せられている。 2003年には、ウィーン国立歌劇場においては1967年以来となるワーグナーのトリスタンとイゾルでの新演出のプレミアを指揮し、15年ぶりに復帰を果たした。その圧倒的な成功によって、鮮烈な再デビューを飾った後は、定期的に出演し、その一部はライブ録音として、CD や DVD もリリースされている。2004 2005年シーズンの最後の演目は、同シーズンをもって退任する予定となっていたウィーン、国立歌劇場総監督、イアン・ホーレンダーが、幕引きのために用意した、ワーグナーのパルジファルあり、その指揮を任されたのもティーレマンであった。また、2005年11月5日に行われたウィーン、国立歌劇場再建50周年、記念柄コンサートにおいては、小沢誠二や、 ズービン・メータといったウィーン園のベテラン指揮者と共に、その後同化劇場音楽総監督に就任することとなるフランツ・ウェルザーイコール・メストと並んで出演している。このように、ティーレマンは、ウィーンにおいて、時代を担うドイツ・オーストリア系指揮者として、格好たる地位を築いており、ウェルザーイコール・メスト新監督もまた、ティーレマンを積極的に招聘したい向きを示している。これまでに、 ドイツ国内やヨーロッパ各地のオーケストラをはじめ、シカゴ公共楽団、ニューヨークフィルハーモニック、クリーブランド管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、イスラエルフィルハーモニー管弦楽団など、世界の数多くのオーケストラへ客演し、特にウィーンフィルハーモニー管弦楽団、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団などへは、定期的に客演を行っている。ベルリンフィルにおいては、 前述のように、ティー・レーマン自身が、ベルリン出身であり、幼い頃から、その演奏会に通い、また、奏者として、楽団の中で演奏を学んだり、指揮者として、ヘルベルト・フォン・カラヤンのアシスタントを務めるなど縁が、深い。定期演奏会へデビューしたのは1996年のことであるが、クラウディ・アバド辞任後の主席指揮者、芸術監督候補として、サイモン・ラトルや、 マリス・ヤンソンスラと共に名が上がった一人であり、その後ラトルが就任してからも定期的に客演している。また、同じ世代の中では定期的に式外に招かれている、ほぼ唯一の指揮者となっており、ドイツ人指揮者として無視できない大物と評されているばかりでなく、ラトル後のベルリンフィルの常任指揮者に最も近いという意見があった。近年は得意とするブルックナーやブラームス、 リヒャルト・シュトラウスといったドイツ・オーストリア系レパートリーを披露しており、それらの演奏はベルリン・フィルが運営しているデジタルコンサートホールのアーカイブでも視聴可能である。2015年、ラトルタイニング後のベルリン・フィルの主席指揮者、芸術監督の選考が行われ、候補としてティーレマンの名も上がったが、最終的にキリルペトレンコに決定している。 ティーレマンが初めて日本の土を踏んだのは、ギムナジウム、日本の中学校、高等学校に相当する、卒業直後、観光旅行のために訪れた時であったという。指揮者としての来日は、レナード・バーンスタインの提唱で始まった、パシフィック・ミュージック・フェスティバル、PMF にレジデント・オーケストラとして参加するため初、来日した、ローマ聖エチイリア音楽院管弦楽団に、 同行した時が初めてである。1993年7月、PMF において、同オーケストラを指揮して、シューマンの公共曲第4番、モーツァルトのドン・ジョバンニのアリアとベトーベンのコンサートアリア、ソプラの佐藤忍といったプログラム、メンデルスゾーンのバイオリン競争曲、バイオリン、マッシモク・アルタ及び、ブラームスの公共曲第1番と、プログラムを演奏、東京でも、 同様のプログラムで演奏会が行われた。同年9月から10月には、ベルリンドイツオペラの日本公演に、ハインリヒホルライザーや、当時の音楽監督、ラファエル・フリューベック・デブルボスラに同行して来日。この時は、ワーグナーの、ニュルンベルクのマイスター・ジンガー、トリスタント・イゾルで、ローエン・グリンとベルリンドイツオペラ管弦楽団の、オーケストラコンサートが行われたが、そのうち、 ティーレマンは、ローエングリーンの指揮を担当した。その後1998年1月から2月にかけ、ベルリンドイツオペラの新たな音楽監督として、同劇家場を率いて、日本公演を行い、ワーグナーの、さまよえる、オランダ人、タンホイザー、リヒャルト・シュトラウスの、バラノキシの公演のうち、ワーグナーの2つの楽劇を指揮、ベルリンドイツオペラ管弦楽団の、 オーケストラコンサートでは、リハルト・シュトラウスの日本の後期2600年に寄せる祝典曲、ベートーベンのバイオリン競争曲、バイオリン、エリザベス・グラス、ブラームスの交響曲第1番というプログラムを演奏した。また、ベルント・バイクルラを迎えた、ワーグナーがラコンサートを行った。2003年11月には、ボルフガング・サバリッシュと共に、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を率いて来日し、それぞれが数公演ずつ担当する予定であった。しかし、来日直前にサバリッシュが病気キャンセルした結果、プログラムを一部変更の上で、ティーレマンの指揮により日本演奏旅行が行われることとなった。この時は、リハルト・シュトラウスの歌曲、バリトン、トーマス・ハンプソン、ブラームスの公共曲第1番というプログラム、 ベートーベンの公共曲第六番、リハルト・シュトラウスの英雄の生涯というプログラム、ワーグナーの還元楽曲、ブルックナーの公共曲第七番というプログラムを演奏した。二千七年十一月には、ミュンヘンフィル・ハーモニー還元楽団の音楽総監督に就任を初めての日本、演奏旅行を行い、ブルックナーの公共曲第五番という一曲だけのプログラム、リハルト・シュトラウスの ドン・ファン、首と変容、ブラームスの公共曲第1番というプログラムを演奏した。2度目となる2010年3月の日本演奏旅行では、ブルックナーの公共曲第8番と1曲だけのプログラム、ワーグナーの還元楽曲、ブラームスのバイオリン競奏曲、バイオリン、バディム・レーピン、ベートーベンの公共曲第5番というプログラムを演奏した。2012年10月に、 主席指揮者として、スターツカペレドレスデンを率いての日本演奏旅行を行った。2013年には再び、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を率いて来日した。その他、2003年以降に、ベルリンドイツオペラやフィルハーモニア管弦楽団、ウィーン国立歌劇場の日本公演に同行する予定であったが、いずれも実現しなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。